こんにちは、斉藤健です。スキー&フィットに来ています。ここにブーツが、アビリーバのブーツが入りました。はい、これです。はい、これどういうことかというと、レンタルですね。レンタルというか試し履きです。アビリーバのブーツをぜひですね、履いていただいて、これ来季モデルですね、2018-19モデルのブーツになるんですけども、そのブーツをですね、ぜひ試し履きしていただいて、実際にこのマシンに、ね、乗って試すことができますので、ぜひですね、試してみてください。はい、かつあとは、レンタルとして使っていただいてももちろんいいので、なかなかこうブーツ持ってこれないとかね、そういうこともあると思うので、サイズはですね、23、24、25、26、27、5足あります。はい、ということなんで、ちょっとサイズが合う方はぜひですね、よかったら履いてみてください。一応このブーツの幅、ラスト幅ですね、ここのブーツの幅が 95mm なんで、割と細いといえば細いです。だからちょっとこう幅広い方とかは、ちょっときついかもしれないですね。なので、ちょっと、入る方ぜひ試してみてください。はい、あとは硬さですね。硬さ 23cm と 24cm が、110っていう硬さになります。はい、そこそこの硬さがあるんですけど、ここ暖かいんでね、室内だから大体100ぐらいな感じで使えると思います。で、25、26、27は、130ですね、130っていう硬さになります。なので、男性、あとはパワーある方とかはね、全然130でいいと思います。はい、130でも多分ね、暖かいんで、そんなにこう窮屈っていうか硬い感じではないかな。実際ゲレンデで使う場合は、1個落として、110とか、あとはこれですね、アビリーバー、後でというか、ぜひですね、ここ来た時にカタログとか、あとネット上で見てほしいんですけど、130っていう硬さの前に R ってついてるものがあります。はい、これはどういうモデルかというと、ここブーツのね、横ソールですね、ここがつながってるやつ、これが R っていうモデルになります。一応これカタログですね。R、硬さの前に R とついてるやつが、こういう風にここのソールがですね、つながってるやつなんですね。ちょっとソールが硬い感じになります。硬いというかしっかりした感じですね。逆にこういう S っていう硬さの前に S がついてるものがあります。はい、これはですね、ここのちょっと今現物がないんですけど、ソールがですね、これ切れてるものがあります。こっちの方は、硬さの何ていうんですかね、種類が120、100っていうね、こっちの R とね、サイズじゃない硬さの、数字の、が一緒じゃないんですよね。10ずつずれてるので、だから130で硬いなって思う方は S の120っていう硬さ、こっちのタイプですね。こういうのもありかと思います。はい、極端になんか、ソールが一気にこう柔らかくなるとか、そういったことではないので、そこら辺はですね、実際、ちょっとここには S のタイプないんですけど、試し履きできるところがあれば、試し履きしてみてください。ここではですね、実際にアビリーバのブーツが形ですよね、足の形がどういった形をしているのか、あとはブーツの反応がどういう反応かとか、あとは僕すごく気に入ってるのはこのインナーですね。このインナーがめちゃくちゃいいです。はい、フィット感すごく良い感じなんで、ぜひ、履いてみてください。はい、であとはぜひですね、実際に滑る感覚に近い状態で履いていただきたいので、さっき僕持ってたんですけど、どこ行ったかな。はい、こういうですね、インソールですね、普段使ってるものがあればぜひお持ちください。はい、でインソールをですね、このシェルからインナー外します。外して、中にですね、もともとの既製のこういうインソール入ってますんで、これを外していただいて、自分の持ってるこのインソールを入れて履いていただくという感じですね。はい、ただ、やっぱりその自分が持ってるインソールですね、これがこのアビリーバに合わない可能性もあります。でこれは大体なんですけど、もともと入ってるこのインソールありますね、既製品、これにこうやって合わせていただいて、サイズ、縦の全長と、あと横幅ですね、横幅が、
極端にこう、ね、あの広いブーツ履いてる方なんかはあのすごく出ちゃうと思うんで、そういう方はちょっとこのあまりこう無理して入れちゃうと形インソール、ご自身のインソールの方の形も崩れてしまうので、だからここはですね無理しないでください。合うこのインソールが形合う方はぜひですね、あの実際に自分が、履くとした場合に、合う感覚で履けると思いますので、ご自身のインソール持ってきていただいて入れて、ぜひよかったら試してみてください。はい、ということで、アビリーバのブーツ紹介、あとね試して履けますので、ぜひよかったら試してみてください。試せる時期はですね、今9月5日なんですけども、12月までです。はい、シーズン入る頃まで、ブーツ置いてあります。もしかするとですね、あの時期によってはサイズがなかったりとか、もしくは早めに終わってしまう可能性もありますので、ぜひですね早めに、来てみてください。早い方が、おそらくインナーもね潰れてないと思います。早い段階でね、いい状態でぜひよかったら履いてみてください。はい、ということでスキー&フィットからお届けしました。